はじめまして、ヨーヨと申します。かたじけなくも歌人浪一神君の門下生として教えを学んでおります。外にいるとき、もし何かご不便があればぜひヨーヨに声をかけてください。よろしくお願いします。あ、そうだ、大根の揚げ団子を持ってるの、食べてみて。あー、でも食べ過ぎはダメだからね。脂っこいものをたくさん食べたら体への負担が増えちゃうから。ちょうどきれいに洗った大根とお酢も持ってきてるから、もし足りなかったら冷やし添え大根を作ってあげますからね。知ってる？ DA 校の埠頭はいつも人の声で溢れていて、とっても賑やかなの。葉っぱが地面に落ちる音さえ聞こえちゃうほど静かなうちとは全然違うんだ。だからヨーヨは暇があったら埠頭に行くの。新しく来た船、新しく見聞きすること、それに新しいおもちゃ。初次见面，我是瑶瑶。田猎门墙师从歌城浪士真君。出门在外若有不便，请叫上我。瑶瑶有礼了。啊，对了，我这里有炸萝卜丸子，吃一点吧。但是不可以多吃哦，油腻的东西吃多了，对身体的负担会增加的。如果没吃饱，我还带了洗干净的萝卜和醋，可以给你凉拌萝卜丝吃。你知道吗？离月港的码头总是人声鼎沸，可热闹了，和我家那种近到叶子掉在地上都能听见的感觉完全不一样呢。所以我一有空就爱跑去码头看看新来的船、新鲜的见闻还有新玩具。잘부탁해，난요요야。운좋게사부님을만나가진낭시친구님의제자가되었어。여행하다힘든게있으면날불러줘。아참나한테무한자튀김이있는데좀먹어봐。하지만많이먹으면안돼，기름진걸많이먹으면몸에부담이되니까。혹시모자라면깨끗하게씻은무랑식초도챙겼으니까무채무침을해줄게。그거알아？리워랑의보도에는항상사람이넘쳐서시끌벅적해。나뭇잎떨어지는소리도들리는우리집이랑은차원이다르다니까。그래서난시간날때마다보도로가。새로운배따끈따끈한소식그리고새로운장난감도있거든。 Hello, I'm Yao Yao, a lowly disciple of the Adeptus Streetwear Rambler. It's a pleasure to make your acquaintance. If you encounter any difficulties outdoors, then let me help you. Oh, by the way, I brought some fried radish balls with me. Help yourself. Don't eat too many though.Too much oily stuff is hard work for your body. If you're still hungry, I also brought a freshly washed radish and some vinegar. So I could make you a shredded radish salad if you want. You know the docks in Liyue Harbor? There's always loads of people talking, shouting, laughing. It's great! Totally different from back home. It's so quiet there. You can hear the leaves falling on the grass.That's why I go to the docks whenever I'm free. You know, to see the new ships, new sights, and new toys.